アメリカのワシントンポストが例のウイルスが拡散する様子をシミュレーションしたもでもやってたんですけども、それをね、再現したものが GitHub にソースコード上がってたので、いろいろいじって遊んでました。日本語になってるのはもともと英語だったのは翻訳したんですけども、タイトルを読むといろいろなんか広告止められたりとか、なんかそういうことになりそうなんで言わないでおくんですけども、いじって遊んでると結構ね、面白いことが分かって、なんかどっかの大学の先生がどうもこのウイルスはね、なんか5人に1人ぐらいがスプレッターになるらしいんですよ。で、じゃあなんでそんなね、スプレッターが少ないかっていう、まあ、スプレッターってのは拡散する人ね、それが少ないかって、まあ、僕の仮説ではね、多分ね、マスクしてるとね、これ基本的にうつらないんだと思うんですよ。それで、ただ日本だとね、ほとんど人マスクしてるけど、たまにしてない人がいますよね。で、僕ね、一つこれ仮説なんだけども、日本でほとんどこのウイルスが広まらなかったのはマスクしてる人が多いからだと思うんです、単純にね。で、このシミュレーションだとそういう様子は再現されてなかったので、これ実はね、15%の人がマスクをしていないっていう想定で今試してるんですよね。それで何回か繰り返しでやってるけども、これ全く同じ条件なんですよ。同じ条件なのに、回数ごとにこれ増え方違いますよね。今すごくゆっくり増えてますよね。それであとね、ちょっと条件いじったのが、実はそのウイルスが感染する期間っていうのは結構長いんじゃないかと、2週間で実は回復しないんじゃないかと、もうちょっと長いんじゃないかっていうことで、それもパラメータいじってみたんですよね。そうするとね、なかなか面白いことが分かって、最初はね、あんまり増えないんですよね、運が良ければ。あ、今はまた始まりましたけどね、ほら、あんまし増えないんですよね。でね、多分ね、日本ってこの状態だったんじゃないかなと思うんですよね。それで、まあ、ちょっと待っておりますよね。今回、なんかさっきよりもっと増え方が少ないですよね。これ、この緑がね、感染してる人なんですけども、当たってても移らない場合と移る場合ってあるでしょ。移る人はこう、まあ、15%の人はマスクしてないっていう、まあ、そういう想定なんですよ。で、じわ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 上がっていって、なかなか上がらないの、これ。多分ね、これが50ぐらいになるとバーッと広がっていくんじゃないかなと思うんですよね。あ、来た来た来た。こっから、あまだ増えない。ああ、どんどん増えてきましたね。だからね、これ同じ条件でも毎回ね、急に増え出すタイミングが全然違うんですよ。だからこれ、まあこれおもちゃみたいなもんだけど、このね、まあ、科学の世界ってこういうものが結構ね、現実の世界に合致してたりするんですよね。あ、また条件変えたんですよ。今度はちょっと増え方早いですよね。だからね、今の日本というか東京がこんな状態だとすれば、ちょっとまずいんじゃないかなっていうふうには僕は感じるわけです。まあ、今回はドアとは全然関係ない話なんですけども、ちょっとね、気になったものがあったので、紹介しておきました。あ、今度は増え方が早いですね。同じ条件なのに毎回違うっていうのはね、これ、まあ、典型的なカオスっていうか複雑系ですよね。